様々な釣り針釣り針は、魚釣りに用いる針。多くの場合 J 字型に湾曲させてある。一般的には、釣り用の針は、針と表記されることが多い。また、針の字が用いられることもある。一般的で簡単な仕掛けとしては、釣り糸の先端に釣り針を湯わえつけ、針を餌に埋めるように差し込み、水中に投じる。魚が餌に食いつけば、 餌の中の針が飛び出して、魚の口に引っかかる仕組みである。魚がそれを加えた瞬間に手元に軽く引くことで、引っかかりを良くするのを、合わせを入れるあるいは合わせるという。古くは鹿の角などを用いて作成した。それに代わり現在では、炭素棒に金属を染み込ませて、さらに焼き入れなどを行い作っている。各部の名称、地元、 返し針先から順に以下のようになる。返しがない針もある。これは、返しがない分刺さりが良い上に、キャッチリリース時に、魚体へ与えるダメージが少ないので、ヘラブナ釣りに、用いられる。また、魚を取り外す手間がかからないので、魚群から連続的に魚を釣り上げる、沿用活を一本釣り漁業などでも用いられる。J 字型の針を何本か背中合わせにくっつけた形の、 物もあり種類分けされる。J が1本の場合はシングルフック、2本の場合はダブルフック、3本の場合はトリプルフックとなる。多くは餌をこれにつけず、アユの友釣りなどの魚を引っ掛けるタイプの釣りに使われる。釣り針には種類が多くあり、大きく3つに分けられる。石器時代の骨製釣り針釣り針や類似の器具は何千年も前に発明されたと、 考えられる。最古の釣り針は、日本の沖縄県南城市の先たり同遺跡で発見された約2万3000年前の旧石器時代の海生釣り針になり、東ティモールでも2万3000の1万6000年前の海生釣り針が発見されている。これまで人類は、ありとあらゆる材料で釣り針を作ってきた。木、動物や人間の骨、角、貝殻、石。 制銅鉄、さらには、細菌の材料である。多くの場合、釣り針は、素材の特徴を生かし強度を増すよう作成された。ノルウェーでは1950年代頃まで、革面体用釣り針に、西洋ネズを使っていた地域もある。厚生釣り針は1600年代に、ヨーロッパで使われ始め、主流となっていった。日本列島の旧石器時代の遺跡からは、 釣り針は出土しておらず、釣り量や網量は確認されず、すや森による一つ量が主であったと考えられている。縄文時代には、前期から沿岸部や古障のあった内陸部の遺跡から釣り針や森、魚盲などの漁具が出土していることから、魚狼の存在が確認され、鹿の角などを用いた釣り針が出土している。古事記の海幸山幸の話には、 山幸が釣り針を借りる話が登場する。番州針日本では特に番州地方において釣り針製造技術が発達した。その起源には諸説あるが、天保諸島に加藤郡池田村の玄江門が京都から技法を持ち帰った説、高久城妃、延辺村の新兵衛が高下年間に京都で技術を習得した説のほか、最も有力な説は加藤郡下久米村の彦兵衛が 人さから技術を習得し帰郷した説である。彦兵衛は当初、焼き入れの技術に苦労したが、一人で失敗を重ねながら、ついに成功し、さらにはその技術を、惜しげもなく、弟子や同業者に伝えたことから、北番州が釣り針産業が発展する最大の要因となった。その技術は、丹波やさらには、岡山県方面まで伝授された。 このため彦兵衛は釣り針作りの職祖と呼ばれる。熊本県菊池市七条町の小野崎遺跡からは多くの弥生式時と共に2本の鉄の釣り針が出土している。沖縄県沖縄県南城市の先きたり道遺跡で旧石器時代の海星の釣り針が発見された。世界最古級1.4センチメートルで巻貝の底を割って三日月型にして磨いて 先端を尖らせていた。発表した沖縄県立博物館、美術館で特別展で展示される。ありがとうございます。